五花町は、茨城県西南端の県西地域に位置する、佐島郡にある町である。旧下宇佐国葛飾郡、東京都市県、茨城県の西南端に位置し、関東平野のほぼ中央にあり、東京都心からの距離は、約50キロメートルである。町内の北東部を利根川、東部を江戸川、南西部を権ン道川及び、中川の四方を河川に囲まれている。隣接している。 自治体は、茨城県小賀市、境町、埼玉県久喜市、札手市、千葉県野田市のご市長である。茨城県内の自治体では、唯一、町内全域が、利根川の右岸にあり、江戸川の起点としても知られている。茨城県内の多市町村から東町へ、直接アクセスできる道路は、1981年に、新四号国道カス壁古川バイパスの、新利根川橋が、 有料道路としてかかる4月7日からは、無料開放まで存在していないため、同じ茨城県内へ直接行くことができない、飛び地であった。このような理由から、住民の日常生活における物品の購入、就労、進学など当庁における、生活圏は、利根川を隔てて隣接する茨城県小賀市、佐島郡境町より、埼玉県沿手市や久喜市との結びつきが強い。そのため、 茨城県、県西地域の自治体では唯一、東京都市県に属する。最新の2015年の統計では、同じ県西地域の小賀市、県南地域のつくば市、土浦市よりも東京都へ通勤、通学する就業者、通学者の割合が高い。東京都市県には属するものの、隣接する小賀市と共に、昭和30年代から工業立地が進み、 埼玉県方面からの労働力流入も多く、昼間人口比率が124%と高いことも特徴である。最新の平成27年の国勢調査では、昼夜間比率が県内1位である。また、当庁の指定金融機関は、埼玉市に本店を有し埼玉県を拠点としている、武蔵野銀行である。一方で、茨城県の指定金融機関であり、県庁所在地である、 水都市に本店のある常用銀行は茨城県内の自治体では唯一店舗 ATM ともに当庁には存在しない。わずかではあるが夏には冬木地区などでホタルが飛ぶ。首都圏中央連絡自動車道5階インターチェンジの共用に伴い県央道、新4号国道、県道西関宿栗橋線等の工事な 広域交通体系が確立された立地を活かし、商業、工業、流通業務等を中心とした五化インターチェンジ周辺地区と地区核整理事業を進めている。県央道教養に伴い、当庁における工業地の地価上昇率が全国一位となった。注意、住所などとして地名を用いる場合、原宿代及び五日未来以外では、大和元栗橋のように、 大技を、それぞれの地名の前に関する、鈴木リーチ大谷高照祖名や森尾平成の大合併の大号令の下改めて国家町民の意識調査が行われ、希望が多かった埼玉県沙って市との全国的にも稀である越境合併を目指し、2003年4月1日、合併協議会が設置された。しかし、埼玉県久喜市との合併の優先を望む、 さ手市民によるリコール運動を受け、五課町との先行合併を唱えてきたさ手市長の増田実は辞職。増田は五課町先行合併派の指示を受けて出直し、市長選挙に改めて立候補したものの、区期市優先派の市民団体が擁立した、元区期市水道部長、町田秀夫が当選した。この結果、さっ市五課町合併協議会は2004年1月31日をもって、 解散となり、五課長は単独での存続を決めた。現在、茨城県内で人口が最も少ない自治体となっている。2007年4月に、長議選が行われ、こちらも県内で最も少ない議員定数10となった。工業、編集農業、編集1966年、県営土地改良事業及び補助整備事業、1974年、 農業構造改善事業によるカントリーエレベーター建設。就業人口。編集1981年に新都根川橋が佳境される前は、五カ町と茨城県内を直接結ぶ道路がなかったこともあり、五カ町と茨城県内の多市町村を結ぶ路線バス路線が開設されたことはない。公共交通機関で五カ町から茨城県内の多市町村へ出る場合は必ず。 埼玉県を経由しなければならない。かつては東武バス路線であったが、1991年に朝日自動車に移管されている。現在は朝日自動車境営業所に運行を委託し、運営されている。2013年10月より試験運行を開始。2016年10月1日より本格運行。運行は朝日自動車区経営業所、町内に鉄道駅はない。 鉄道駅へは、路線バスもしくは五カ町コミュニティ交通を利用する。また、町の北部地区では、JR 宇都宮線、東武日光線栗橋駅も利用源である。なお、東北新幹線が、大宮駅小山駅間で当庁を通過している。ありがとうございます。